大津さん、大津彩香さん、もうやめませんか。いつまでこれを続けるんですか。大津さん、大津彩香さん、僕より年上の大津さん。はい、ということで皆さん元気されてますか。うさぎでございます。ということでね、僕よりも6歳年上なんですよ。今30何歳だ、え、32でしたっけ、33でしたっけ、31でしたっけ。まあもうみそじ超えてるんですね。で、僕今年27なんで、まあ単純に5歳とか6歳ぐらい違うって感じなんですね。で、その5歳とか6歳下の人間から、いや、おつさんちょっとさすがに良くないと思いますよっていう風に言われちゃってるのね。どんな気持ちって感じですけど、ね、大丈夫なんかなってね、思ってしまうんですけど、まあなんか、やってることやばすぎですよね、あの人、ほんと。なんていうのかな。年下に言われるって情けないことだと僕は思うんですよね。だって人生経験上で、やっぱ少なくとも自分が先にね、5年経過してるんだから、まあそんなことになっちゃいけないと僕は思うんですけどね。まあそうなっちゃったんだからしょうがないよね。はい。ということで、ありもしない不正と不正行為。まあね、違法行為を追求する大津彩香さんの自由ですが、それは国政政党の党首の仕事ではありません。その通りでございます。それ仕事なんですかと。大津さん、それ仕事なの。追求することって仕事なの。ね、どうなん、ワークなの。ワークなの。あ、それワークなんだ。あ、ワークなの。そっか、よし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 、つってね。不正あるもん、不正あるんだもん、そうかそうかって言わなきゃいけないってことですか。僕、あなたよりも5歳年下なんですけど、そうかそうか、大津さん、じゃあ僕たちの税金払わなきゃいけないんだね、君にって言わなきゃいけないってことですか。俺絶対嫌なんだよ。おめえみたいなやつに税金なんか払うんだったら俺多分脱税するよ、普通に。いや、ほんと冗談抜きで、ミンツク党ばっかみたいになったらもう多分無理だよ俺。大津彩香くんね、大津彩香くんって言われるんですかね。そう思ってしまうんですけど、個人的に行えばいいことでですね、国政政党の党首という立場とお金の執着をですね、まあ正義のためという言葉を利用して正当化するにしているに過ぎませんと、法的追及をされるのは因果応報ですが、じゃないですかと言われてるんですけど、大津彩香さんですね、まず立花さんらが自分らで掲げている、自身で掲げている会計問題をからですね、注目をそらすためか、虚偽の印象操作を行うことにより、ご不安に思われている方がいるかもしれません。がですね、何一つ問題がありません。だ、え、あ、え、まあいいか。そもそも破産法と、政党助成法の矛盾というね、前代未聞のね、訴訟であり、最高裁判所の方針を示さない、始末さなければならないという事態でございます。私の立場としては、いや、だから違うよ。お前の何かが間違ってるからここで矛盾が起きてるの。わかる？いや、お前が間違ってるのよ。それをなんか前代未聞の訴訟中でとかって言ってるけど、お前が間違ってるんです。あなたが間違ってるんです。はい。私の立場としては、党として政治活動を自由は憲法上認められた行為であり、政党交付金債務のですね、返済に充てられないということは政党助成法に明記されていて、明記されてないです。いや、明記されてないです。え、いや、明記されてないだろ確か。え、当てられないっていう見解を出してる総務省、え、総務省は公然とそれをこうだっていう風に言うつもりはないけれども、少なくとも政党交付金っていうのは何の色もついていないお金だから、どのお金にも使えますっていう総務省の見解は、じゃあ嘘だったってことですかって話ですよね。このパラドックスを解消するために訴訟しているので、破産法第一に考える関罪人とは立場さんそもそも相反しますって言ってるんで、もうこの時点で、関罪人のことをですね、敵認定してるわけですよ、皆さん。どう思いますか、大津さん。大津彩香さん。あなた、破産関罪人にシャーするって言われてたのに、やっぱり、シャーしちゃいましたね。大津さん。関罪人の心象を悪くしてどうするんですか？大丈夫なんですか？もう、5歳も年上なんだから。ね。もう、大津さん、頼むって。あなた、年上なんでしょ？年上なんだから、ちゃんとやってよ。尊敬されるような、ね。先輩でいてくださいよ。頼みますよ。ね。相反しますって。もう、この時点で関罪人のことをめちゃくちゃ敵視してるじゃないですか。大丈夫なんですか？大津さん。大津さん！ねえ、もう。ねえ、思うんですけど。脱出に関してはですね、まあなんか息抜きしてるので問題ないが、適宜ですか？まあなんか脱出、脱出？脱出は
それよりもこの前前代未聞の事態を解決できる、なんか関われることを大変嬉しく思いますしっていうことで、まあ、犯罪人と敵対することに対してすごく嬉しいと思ってると、やり遂げるまでは終われませんって言われてるんですけど、まあ終わってくださいって思っちゃうんですけどね、お疲れ様ですってね、お疲れ様ですって言ってほしいんですけどね、僕的にはね、冷静に考えてみてください。誰がいりますかこれ、私はただでもいらないですよ。世間は大津彩香さんはそんなこと知らないですよと、自分のアイドルだと思ってるのか。まあ、でもね、大津さんね、自分のこと結構アイドルっぽく思ってんじゃねえかなっていうふうには思いますよね。だってこういうさ、のを見ちゃうとやっぱ思うよね。うん、あ、出た黒川くん司令官ありがとうございます。最新技術、明るさを調整し、大津彩香さんの伝説の記者会見を公開ということで、女性の声に関しては2024年7月21日現在行方不明。男性の声に関しては2024年の7月21日留置所の中で、黒川敦彦ということでね。空気読め失礼だぞ大津さんに失礼失礼だろうが空気読めバカ失礼だと思います。空気読め失礼だぞ大津さんに失礼大津さんに失礼だろうがということでね、ねえ、翼の塔の支持者の人たち、追起訴されてるけど、どんな気持ち？どんな気持ちなの？黒川くん、あんだけ暴れといてさ、神様が、とか言ってるんだけど、どんな気持ち？カルト宗教をぶっ壊すって言ってた人間が、教祖みたいなこと言ってるの、どんな気持ちなの？ねえ、教えてくれよ！なあ、翼の塔を応援してた奴らよ。今もう最近なんか静かになってんじゃねえかよ。翼の塔もなんかオワコンになってきてんじゃねえか。金持ってたんじゃねえのかよ、おめえら。情けねえよ、ほんと。で、何？多分なんですけど、今ね、翼の塔に対してね、批判してる人たちがいたらさ、ね、杉田とか、ね、根本くんとか、黒川くんとかが出てきたらさ、個人宅外戦またしようとしよう、ね、思ってるんじゃないんですか？この野郎とか。でももう、ここにマークされちゃってるからね、君たちは。下手なことできないよね。だから東京都知事選何もできなかっただろう。少なくともお前警察に呼ばれて多分警告出されてたんじゃないのか？出馬するんだったら静かにせよって。大丈夫ですか？大丈夫なんですか？ねえ、黒川さん。黒川さん！ねえ、ほんと思っちゃうんですけど。いや、俺、ちなみに言いますけど、散々暴れてて、自分たちがお前さ、逮捕されただけで済むと思うなよ。って僕は思いますね。普通に考えて。いや、柴田さんとかさ、店潰してるからね、一回。閉めてるからね。そこまでのことをお前、杉田とか暴れ散らかしといて、イエスーでゲレーとかって適当なこと言ってる奴らはほんまに腹立つんですよ。舐めんなよお前らって思うんですよね。いや、俺はもっと翼の塔に関しては厳粛にですね、バンバンと捕まえてほしいなっていうふうに思うし、なんか、それに乗じて日本保守党とか、ね、まあ一部の政治団体、まあ国政政党をですね、批判してる輩がいっぱいいるんですよ。だから、僕日本保守党の支持者と、日本保守党に対してアンチテーゼ出してる奴と翼の塔は、全く一緒のアンチなんですよ。アンチっていうか、まあ、全く一緒の人材だと僕は思ってるんですね。同属性だと思ってる。で、大津彩香さんのことを擁護してる奴らも、日本保守党のことを、批判してる奴らは同属性なんですよ。ね、同属性だなと思ったから。だってもう日本国できてないんだもん、そもそも論がね。だから、ダメでしょって。ダメでしょって。あなたたちちゃんとやらなきゃダメでしょって。だから NHK 党って僕すごいなと思ったのは、支持者の人たちがさ、少なくともさ、違法性阻却自由だったりとか、名誉毀損のね、阻却自由だったりとかっていうのをきちんと分かった上で、ね、いや、これ違いますよっていうことをですね、まあ、何条、法律の何条に書いてあるのか、構成要件は何なのか、過去の判例まで調べる支持者なんていないって。マジで。本当に。で、そういう人たちが集まってる政党が負けるはずがないんですよ。ね、もうちゃんと頼むぜって思っちゃうんですけどね。参政党イケス不倫の神谷の女、裁判官に最後言いたいことを聞かれるかということで、大津彩香と同じだろうですと、無実でーすって言ってるんですけどね。吉羽被告に関しては、裁判長から最後に言いたいことはと問われると、私は作業を行っていません。私は無実ですと、はっきり、口調で言われましたと。判決に関しては10月の7日に言い渡されますと。わーって言ってたやつや。わーって言ってたやつや。リプレイ。あ、リプレイ見れない。新型コロナ公的融資をめぐる詐欺事件。でもさ、懲役10年と追加金1億9800万ってさ、結構額でかいよね。マイクム・ケンナーということで、実際大津彩香さんがお金を使った先もね、わかってる。なんでわかるのということでね。犯罪人知らないのに、1台知ってて草ということでね。いや、草！いや、草すぎ！何それ？
選挙落ちは次第ですね。使い込んだと発狂してるのは損しだけ、実際は使った先も分かってる。だったらおめえ言えよ。いや、これ完全にお前次第とちょっと、次第に追求した方がいいと思う。だって自分知ってる宣言してるわけでしょ、ここで。ねえ。1億2000万使い込んだことが違う。え、ダセーマジ。ダサすぎ。まあいいや。結局仲良しということで、カワンゴイズバックということで言ってたんですけど、資金提供してもらうんですか ?7000 万もらうんですかね、期待できると思いますけどね。角川ドワンゴ学園川上会長に関しては大嘘つきと、カワンゴこと川上、さんですね。角川は東京五輪の関係で犯罪した会社なので、今更驚きませんが、もう言っちゃってるもんね。東京五輪の犯罪をした会社なので、今更驚きませんが、ということでね。もう角川のこと言っちゃってるのおもろいですよね。で、川上さんに関しては、ミンツクと大津彩香被告に、資金提供している危険人物ですということで、破産詐欺罪を助長させたんではないかっていうですね、嫌疑が、まあね、川上さんの方にも言ってんのかな?どうなんだろうね。気になるところではありますよね。頑張れ、カワンゴ!応援してるぞ、カワンゴ!すいません、ちょっと、コードが抜けちゃったんで、今ちょっと、コード入れてました。直接攻撃に ADT は基本的にはございません。でも結局流出してるっていうね。いやいやいや、川上さんドワンゴというフォロワーだけに N があったと。ね。川上さんダークウェーブに確認を取ったら、まあ、情報が提供されてて、住所も入ってたと。はい、もう出てるーっていうことね。片川のエズハバー A の関係で、まあ、ニコニコのね、やつがあったと。N コがあったと。はい。川上謝罪はよ。ちなみに言うけど、俺、ニコニコ動画に、収益するときにさ、運転免許証とかも出してるのよ。まあ、今そこから住所違ってるけど、少なくとも自分の本名と生年月日と、過去の自分の実家の住所までそれ載ってんのよ。ね。で、ダークウェブの方にさ、それ情報が提供されてる可能性があるからさ、謝罪待ってますから、川上さん。ね。僕は待ってますから、ね。被害が申告されないととかって言ってさ、結局俺たちがお前さ、ダークウェブの方に行ってさ、自分の情報が抜き取られてないかどうか確認しなきゃいけないわけでしょ。で、お前今回の件で、ニコニコの利用者に関してはめちゃめちゃ被害被ってるからな。ほんとに。ちゃんと、謝罪しろよ。ほんと、頼むぜ。ね、ぜひ、なんていうかな、DM とかリプとかね、送ってくれればいいかなと思いますけど。はい、じゃあその次。さあですね、大田彩香被告に関しては懲役何年になるのかなということでね、言われたんですけど。まあ、市議の方が2億3000万円で懲役、10年、休刑ということで10月に判決されますよと。で、いただき女子リリちゃんに関しては1億5000万で13年休刑の判決9年ですね。で、まあ、控訴中するって言ってるんですけど、まあ、まあ、僕からしてみたらね、いただき女子リリちゃんは、もっと言ってもよかったんじゃないかなと思ってましたけどね。ムヘレイネムーンって言って、まあ、でももう女性の価値がなくなってきてしまいますからしょうがないですよね。歳を取れば取るほどですね、なんていうのかな、まともな仕事をやっといた方がいいっていう話になるはずなのに、普通の人だったらわからないんですからね。なんか、若さを使う仕事僕嫌いなんですよ。いや、別にいいと思いますよ、その、なんていうのかな。その、スナックのママと、キャバクラと、その、いただき女子って、その、違うじゃん。はっきり言うけど。その、美であることが、前提としての仕事を、なんていうのかな、キャバクラもそうなんだけどな。僕あんまりそういうの好きじゃないんですよね。うん、そもそもね。まあ、辛い目にあってほしいなと思いますね。本当に、地獄を味わってほしいと思ってる、メンバーですね。そういう風に思ってしまいますね。ミンツク投資者リンボさんね、包丁買ったから大津さんで、ムカつく奴らを土まずりにあげていくということで、この発言ですね。はい。はい。これはちょっともう警察案件なんでね、まあちゃんとしてほしいなと思いますけどね。川上さんが提供した資金に関しては、大津彩香さんらが、逃亡資金でならないように祈るばかりです。あ、まあ、その通りだな。うん、ジョコさんですね。大津彩香さん、ミンツク党の資金管理団体未来創造党に、そこそこの資金があるようですが、まさか政党交付金移動させましたかと。そして、寄付を募る講演会って、大麻党の小林博士がね、代表みたいですけど、ということで、ね。出されている、政治団体ということで、未来創造と、明戸亮太がね、います。で、その次、大津彩香講演会ということで、小林博士が代表者で、政治団体の名称に関しては、大津彩香講演会、日本大麻党ね、568と、告示義務がありましたと。ね、思いますけど。大津彩香さんが追加で寄付を望んでるみたいなんで、あやて国代表として早くやってあげなさいよ、ということでね。カワンゴね。カワンゴ!謝罪、待ってまるよ。
俺は、お前を許してないからな。ニコニコ動画も許してないからな。よろしくな。ちゃんと誠心誠意謝ってくださいよ。立花隆さんは、都知事選の関係で掲示板ポスター枠の販売など、脱法的な不正行為。はい、言ってました。はい、不正行為ね。不正行為。はい。不正行為ってどういうことなんでしょうね。脱法的な不正行為って言ってますよね。犯罪行為とは違うんでしょうかね。違法行為とは違うんでしょうかね。教えてほしいなと思いますか、ワンゴさん。あるいは完全な違法と疑われる数々の行為を行いながら。はい、来ました。あるいは完全に違法と疑われるような数々の行為を行いながら。ね。どういうことでしょうか。そうやって違法行為っていう言葉で略称することができるんじゃないでしょうか、というふうに思うんですけれども。まあ、なんか難しい言葉を使いたいんだね、ワンゴね。うん。はい、じゃあその次。ネットで批判に対してですね、政治家としてはきちんと向き合わず。ネットで、批判をに、ネットでの批判に対してかな、多分ね、ネットで批判に対して政治家としてきちんと向き合わず訴訟などで常習的な恫喝を行っています。はい、常習的な恫喝。はい、この常習的な恫喝ってどういう意味なんでしょうね。気になるところでございますね。はい、本人は異常さはこの動画の表情を見れば明らかでしょうね、明らかでしょうって言ってるんですね。立花さんのこの画像を見たからって言って異常なんですかね。看護さん大丈夫ですか。川上さん、俺被害者やでな。頼むで。頼むで。あんたこのポストする前に俺に対してとか、その他、ニコニコ動画を使っている、ね、動画投稿をしている、ね、ユーザーに対して、ちゃんと謝罪せんといかんのんじゃね。ね。ね。アマネシロップさんとかさ、カッパ園長とかさ、いっぱい情報出てるよ。大丈夫？大丈夫？本当に。心配だよ、君。大丈夫かな？もう株価も落ちちゃってるよね。怖い怖い。ああ、川上さん怖いね。かわいそうだね。ちなみに言うけど、N 校の関係に関しては、お前ほんと誠心誠意謝った方がいいよ。うん。若者の未来を潰すようなことするな。お前が。あれ言ってること矛盾してないということで。まあ、矛盾する人なんでね。矛盾する人なんでね。旧 NHK 党のね、闇の会計が明らかにということって。本当だ。もっと鮮やかに。旧 NHK 党の闇の会計が明らかにって書いてあるわ。でもこれさ、政治家女子48党じゃなくてさ、いただき女子48党になってるだろ。どう考えても。ね。いただき女子48党代表でしょ？いや、みんなで作る党じゃなくて、みんなで盗む党とか、そんな感じの名前になってない？もう、今そういう感じになってない？ね。みんなで奪う党とかさ、ね。もう、うん、まあ、みんなで奪う党が正しいかな。はい、大津彩香さんと川上さん連帯体制は不滅ですということで、カワンコ is back。まあ、別に帰ってきてほしくはなかったけどね。俺で、俺に対してはちゃんと謝罪してくれよと思うから。情報も出してるから。はい。まあ、それで何か、被害を被ったんですかとかって言い始めたら、また炎上するからな。カワンコさん、ちゃんと、俺に対してどうなるのか気になってますんで、よろしくお願いしますね。うぅ、ね、もちろん宮川さんに関しても落選。あ、これはもういいっすわ。はい。物殺党党首ということで、なんか林健一くんが言ってますね。この後大津彩香さんは支持者からも気持ち悪い党の言葉を誹謗中傷を受けるようになりました。大津彩香さんが裁判で主張された犬笛を提起すると、大津彩香さんは犬笛吹いてますよねということで、気持ち悪いって言葉きついよねということで、ね、はい。政治家に気持ち悪いと SNS で、なんか侮辱されました。やばすぎ。大津彩香さんのサーファー隆さんですね。カルト宗教だとオウム真理教の歌を歌い、立花隆をですね、孫子と呼ぶことで印象操作を行う。大津彩香も反社会的組織と呼ぶなどやりたい放題ですね。いや、まあ、翼の塔みたいになってき始めてるから、あ、ちなみにちょっと支持者の中で言っとかなきゃいけないことがあるんですけど、多分なんですけど、もう一回大きなトラブルが起きるかなっていうふうに思ってます。僕の中の予想ね。簡単に言うと、今もうミンツク島ってかなり危険な状態になってきてるんですよ。で、皆さん分かってたと思いますけれども、翼の塔もさ、大津彩香さん切られてからおかしくなったじゃん。ね。で、大津さんもかなり今もう危険な水域まで行ってきてて、で、最後一花咲かせようと、多分とんでもないことしでかすんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。僕の中ではね。で、ミンツク党の支持者の人たちがやるのか、少なくとも大津さん、まあ自身がやるのかどうなのか知りませんが、僕の中では知りませんが、そうですね。ちょっとね、何かが起きそうな感じがしてるので、
まあ、NHK 党内部の人たちですよね。特に立花さん周辺の人たちは気をつけてもらいたいなっていうふうに思いました。翼の党がさ、逮捕される直前に何してたかってなんとなくわかるでしょ。だから、組織としてなんかちょっとおかしなことをやろうとしてるときは、まあ、おかしくなことになってるときは、ね、おかしなことになってるときは、ちょっと気をつけた方がいいのかなっていうふうに思ってしまいましたね。僕の中で、ね。はい。まあ、この件が、まあ、どういうふうな流れとしてね、組まれていくかっていうのはちょっとよくわからないんですが、ただ、まあ、はっきり言うと、かなり危険じゃないっていうふうに思ってしまいました。はい。ということで、皆様どうお考えでしょうか？面白いと思いましたらですね、ぜひともチャンネル登録と、高評価の方をですね、いただきたいんですが、まあ、大津さんね、もうそろそろですね、気をつけた方が、まあ、気をつけたっていうか、まあ、なんていうかな。まあ、あったかいお布団ですから、ね。うん、あったかいお布団ですからって言い方よくないな。なんていうのかな。いや、それ前提にしてるからよくないな。なんて言えばいいんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。もう、ほんと覚悟しないとダメですよ。もう中知ってる人間としては、まあ、しんどいと思いますんでね。しんどいだろうなと思ってたし、僕も。しんどいんで、まあちょっと、まあ、頑張ってね、うん。まあまあまあ、別に、いいけどね。その、まあこのまま止まらないっていうことをするのは別にあなたが勝手だから、僕は止めるね、筋合いもないし、やってもらったらいいんだけど、ただまあ、まあ、気をつけた方がいいと思います。はい。そう思ってしまう限りでございました。はい。ということで以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。以上です。バイバイ。